矢部チャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは小狼 X 仮面ライダーシリーズ14弾、仮面ライダーフォーゼからロケットステイツの今日は動画を見てもらいます。さあ出てきました、こちらが仮面ライダーフォーゼのロケットステイツです。なんかベースステイツの時に片方だけつけてるとそんなに大きさは感じなかったんですけど、こうやってダブルで両方つけてると本当になんかロケットの感じがでかいような、そんな風に見えてきます。ちなみにベースステイツの拡張パーツセットに入ってるロケットと比べてみても変わりないですよね。別にさほど比べる、一応とりあえず比べてみましたけど、差はありません。せっかく、こちらのパーツをつけてますので空を飛んでる感じのイメージを出してみました。片足上げるより両足伸ばした方がいいかな。ちょっと、ポーズを変えてみましょう。少し、角度をつけて空を飛んだ感じですね。本当に空高く飛んでる感じを出してみました。こういうやっぱ足をちゃんとね、伸ばしてる方が飛んでる感じが見えるんじゃないですかね。こんな感じでどうでしょう。劇場版だけしか見せなかった、ダブルロケットドリルアタックですね。こういう感じのモーション、これやっぱりパーツはちゃんとつけられるからいいですよね。まあこのロケットのドリルに限らずガトリングもつけられるしレーダーもつけられるし、レーダーはちょっと腕の部分が難しいか、それにしても結構ね使いこなしは、できるんじゃないかと思います。結構、こんな感じで決まりました。